必ずやろう日本最高朝日豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします6月29日のデイリーニュースお伝えいたしますワグネルの反乱がですねこのプリゴジンの心変わりこれでですねまあ中断ああしてしまったことについてロシアのプーチン大統領は6月26日の夜に演説を行いました この件についてはロシアの体制側メディアのスプートニクがですね、まあ、まとめというものを作ってくれています。でこのまとめにはですね、えー「プーチン大統領の直接の命令でこれ以上の流血を防ぐ試みが行われた」「発生した脅威を無力化し憲法秩序と国民の生命と安全を守るために必要なあらゆる決定が直ちに下された」と、まあ、こんなふうに書いてあったりするわけなんですね。 でこの話って結局はですねその国家反逆未遂を引き起こしたこのプリゴジンの罪を、まあ、これ問わないというふうにして、まあ、ベラルーシに逃がしてあげるということだったわけなんですけれどもいやいやそれって憲法秩序を守ったんじゃなくて憲法秩序を破ったんじゃないのなんてね、えー、まず思ったりはするっていうことがまずあります。でさらに国民の生命と安全を守ったって言ってるんだけれどもうんそうじゃなくて あんた,たち政権に中枢にいる人たちの生命と安全さらには財産を守ったんじゃないのなんてねえー、いうふうにも思ったりするわけなんですよ。で特にこのモスクワに住んでいないようなそんな人たちからすればですねいや俺たちの生命や安全なんかとこれどこに関係があるんだよみたいな、まあ、そんな思いを持つのは私はね割と普通のことじゃないのかななんて思うんで。 こういう演説聞かされてもですねうーんどっかでちょっと違うんじゃないのと思ってその白けた気持ちというのをロシア国民が持ったというのは結構あるんじゃないかななんてねえ思っているところがあります。でさてスプートクニックのまとめはまあ次のようにも記しています。ワググネルグループののの戦闘員や指揮官の圧倒的大手数もまたロシアの愛国者であり 国国民と国家に忠誠を誓っている彼らは戦友たちに対して盲目的に反乱を起こすよう利用されるところだったがなんとか最後の一戦で思いとどまることができた。でまあこのまとめなんですけどねこれ私別に完全におかしいなんていうふうに言うつもりもないんですけれども。 ただかなり大事なところがですね、まあ、このまとめの中からちょっとボコっと抜け落ちているっていうところがあるので、まあ、このスプートニックの記事だけを読んでいる人に対してはなんですが、えー、もう1つこう付け加えておきたいことがあるわけなんですね。それはは何かとというとプーチン大統領は実際の演説では 兄弟殺しの流血の事態に加担しないという唯一の正しい決断をし最後の一戦でとどまったワグネルグループの兵士や指揮官たちに感謝すると述べているんですよで。実際この話をロシア国民は聞いた時に結構混乱したんじゃないかっていうふうには思うわけなんですプーチン大統領は確かに一方でですねプリゴジンを非難している感じこういう話も言っているわけなんですけれども もう一方でこういう感じで感謝のもっともこれがですねこのプリゴジンらのこの罪を問わないという超法規的措置の根拠ということにもなっているわけなんですけれども最終的にですね自分たちを攻撃しなかったことにちょっと安堵してるっていうことではないのと、まあ、そんな風にも感じるんじゃないのかなと、えー、そう思ったりもするわけです。そしてここにですね そのプーチン大統領のある意味弱さというものを感じてしまったのではないかなんていうふうにも感じるわけなんですねでさてスプートニクのまとめは次のようにも知らせていますプーチン大統領はまたこの数日の間に決定的な役割を果たし最大の困難の試練を共に乗り越えることを可能にしたのはまさに国民の愛国的な危害と社会の団結だったと指摘した うーんこれにもですね私はですね国民の大半は違和感を感じたんではないかっていうふうに思うわけなんです。ワグネルはロストフナ・ドヌーにあるロシア南部軍艦司令部、そこにですねそのまま無血で入りましたよね。えつまり、軍も警察もですねワグネルが入ってくるっていうことをやったときにそれを排除するという動きには全く出なかったわけなんですね。 で、ロストフナドヌーの市民もですね、ワグネルに対して抗議する姿勢なんていうのは全然見せず、むしろ歓迎する様子すら、こうこう見えていたりするわけじゃないですか。ロシアの国営放送が、えー、このワグネルの軍隊がですね、まあ市民たちによって、 まあ、結構、こうね、歓、え、声、ー、を受けていたりする、わ、え、り、ー、とこう歓迎されているような雰囲気さえある、その様子をですね、まあ、どこまで動画で流したかどうかっていうのは、まあ、私自身にはちょっと分からんところがありますけれども、で少なくとも、えー、ロシアの SNS の、えー、このテレグラムにはですね、そのような動画は相当数アップされていたということにはなるんじゃないかと思います。 で YouTube をまだロシア国内では見ることができるはずですから、YouTube でもですね、これ確認できたんではないかっていうのも思うわけなんですよね。で、そういう YouTube の中には例えばですけれども、えー、そのプーチンをですね、割とこの後ろからこう支援しているような感じのその中国の、えー、CCTV えー、まあ国営放送ですね、まあ、なんかもあったりするわけなんですけどそれさえもですが、まあ、この市民によって歓迎される様子の、えー、その映像というものは、えー、映していたりするわけなんですよロシアと非常に、えー、その関係が深いインドの,その放送局もですね、えー、こういう様子は普通に映しているっていうのも私は確認しました。 でワグネルはですね、まあ、モスクワまであと200キロというところまで、まあ、一気にこの北上していくということをやったわけなんですけれども、えー、この間にもワグネルを止める軍も警察もまあ事実上出てこなかったというふうに見るべきだったりしますよね。プーチン大統領はですね国民の愛国的な危害と社会の団結、ね、こういうものがあったんだっていうふうに言ったわけなんですけれども。 いやいや、全然そんなものなかったよねと。プーチン体制を維持しなければならないと思って、えー、それでもって動いた人なんて、まあ、ほとんどいなかったんじゃないのと、多くの国民は、この点も割としらけて見ていたんではないかな、なんていうふうに思うわけなんです。 ですからこうしたことをこう踏まえていった場合なんですが今回の事件を通じてこのプーチン大統領に対してのこの求心力というのはこれは間違いなく下がったというふうに言えるんではないかと思うわけです。で仮に同じような事件が再び起こるようなことがあっても国民の反応もです、ね、こう似たようなものにとどまることというのはこれは容易に想像がついてしまうわけで大きな混乱なく首都モスクワに接近できるえこの可能性はかなり高いということに なるかと思いますでプーチン政権が、えー、今回の事態についてかなり焦っているのは私は間違いないと思っているんですが、えー、その一つの例というのはロシアのルデンコ外務次官を早速6月25日に中国に派遣したという、えー、このことからも想像がつくわけなんですね、まあ、この時の会談内容というのはわ、まあ、からんという、えー、話になってはいますけれども 当然ながら今回のこのプリゴジンの乱についてロシア側の対応についてこの説明をしプーチン政権の対処についてですね中国側のこの支持をですねこの勝ち得たかったということがあ当然一番の目的であったというふうに言えば良いかと思いますで実際中国の信号外相はですねロシアの民間軍事会社ワグネルの反乱を受けたロシア政府の対応に対する支持を こ、えー、この会談後に表明ををするとということをやりましたよね。で、そうするとあ中国は今回のこの事件があっても、えー、プーチン体制を、えー、支えていく、ねえー、その姿勢を明確に示したと、えー、いうふうに一応は言えるんですけれどもしかしながら中国は中国で本当にそういう方向性だけで捉えられるのはやっぱり困るというそんなあバランス感覚というのも 私は働かせていたというところにも着目すべきではないかというふうに思います。それはどういうことかというとその一方においてなんですが中国のフーコン EU 大使がですね、えー、1991年に定められた領土の一体性を取り戻したいとするウクライナの立場を中国は支持できるかのような、えー、そういう感じの態度をほのめかしている、えー、そういう発言も この段階で行っているからなんです。アルジャジーラをはじめとするですね、まあ3つのメディアとのこのインタビューに応ずる形で、フーコン大使は、ウクライナ側の求めを支持しない理由はないんだという、えー、こういう答えをしたんですよね。ただ、ロシアとウクライナが交渉して解決すべき歴史的な問題で、まあそれが中国の支持する立場だなんていうですね、まあ曖昧な姿勢は残した状態になっています。 で私はですねこの発言は当然ながらこのタイミングに合わせた形で出したものだというふうに見るべきだと思うわけなんですが他方、ですね中国側からすればいやいや、フーコン大使はね4月のニューヨーク・タイムズとのインタビューでも同様のことを語っているんだよとだからこれは、えー、中国のこの守備一貫した姿勢の話であって今回、特別にですねこの話が出てきたわけではないなんてね。 ここういういい感じのことを言っていたりするわけなんですねではその4月の,、えー、そのニューヨーク・タイムズのとのこのインタビューにおいてフーコン大使がどういう話をしていたかと言ったらなんですが中国はクリミア半島をはじめとしたロシアの占領地を、えー、このロシアのものだとは思ってはいないけれども紛争の原因というのは西側が言うよりも複雑なものであるから。 ロシアの動きを一方的に非難するということはしないんだみたいな、えー、そういう感じの言い方をしているわけなんです。まあ今のこの話を聞けばああまあその4月の時の話と今回の話とまあ基本同じようなことを言ってるじゃんと。もうやっぱり基本こうね、えー、一貫した姿勢をこう中国は取ってるんじゃないのなんてね。 まあ思っちゃう人はまあ割といるんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども私ねここは心理的なトリックの問題だって思っているところがあるんです。これなかなか説明しにくいんですけれども中国はウクライナ寄りに見えるでも捉え方によってはロシア寄りにも見えなくもないまあそんな曖昧な姿勢というものを打ち出しておいて状況の変化に応じてですね ウクライナ寄りりの姿勢を出したり、えー、あるいはそのロシア寄りの姿勢を出したりというようなことをやって明確な立場をズバッと定めるということからあえて逃げるという戦略をとっているんじゃないかそしてその時々において出したいメッセージに基づいてですね、えー、そのうちのどちらかというものをこう強烈に出してくるということを えー、その使いい分けているんじゃないかと私は見ているからなんですねで中国のこのウクライナ寄りに見える今回の態度表明がこう一貫したものなどではないというのは4月に行われた、えー、中国のロサヤ駐フランス大使の発言、えー、あれからも私は明らかだというふうに思っているわけです。えー、ロサヤ大使はですね旧ソ連諸国は主権国家の地位を認める国際協議がないため 有効な国際法的な地位がないなんてね、えー、こういうことを語りました。まあ、つまり、ウクライナをはじめとした、えー、その旧ソ連圏からですね、独立した国家においてはなんですが、主権国家の地位を認めるような、まあそんなものがないから、有効な国際的な地位がない、つまり今彼らが、 国境だと言っているその国境が本来そのままが国境なのかどうか分からんよみたいなまあめちゃめちゃ曖昧な話をしたわけなんですよね。で、この時はまさにこのロシア側に立つ姿勢からですね、ウクライナの主権国家としての地位というものは合法的には認められないかのようなまあこういう発言もしているわけなんです。 さすがにこの時にロサヤ大使はですね、国際的な非難というものを集中砲火のように浴びました、えー。その結果ですね、中国大使館は一旦ですね、まあ、このインタビュー記事を、えー、大使館のウェブページに上げてたんですけれども、えー、このウェブページからですね、これ完全に削除するという、えー、こういうことをやりながら、まあ、ある意味、証拠隠滅にも走ったわけなんですよね。で、その上でさらにですね、 一部のメディアが中国のウクライナ問題での立場を曲解し中国と各国との関係を挑発しているなんていうですね、まあ、責任転嫁に出るみたいな、まあ、こんな感じのことまでやったわけなんです。で今回のこのフーコン EU 大使の発言というのはプリコジンの乱を経てロシアがこの弱った、えー、この段階を見てですね 今このタイミングではむしろこのウクライナ寄りの発言を一旦前に押し出した方がいいというふうに考えたんじゃないのと、うん、つまりロシアがあーどのタイミングでどういうことによって、えー、崩れるということも、えー、起こりかねないから、えー、そのことに対して保険としてですねそのウクライナの立場も上がるっていうことを 前に出すということをやったんじゃないか、えー、そういうふうに見えるんですね私には。でこの見方の前提というのは、えー、当然ながらプーチン体制の弱体化というものがこう起こっている少なくとも表面的なところというよりはもっとこう隠れたところにおいてなんですがそれが実際出てきているというその力の変化というものを中国側は 見逃していないいいなななんんじゃないかととうこででもあるわけなんですただでは第二のプリゴジンと言えるような人物がですね今すぐロシアに現れるということがあるのかっていうことなんですけれどもまあそれもですね今可能性ととととしててはちょっっ見えないといいいいうにも言っていいかと思いますですから今回のことをきっかけにプーチン体制が簡単にですねこの瓦解すると見るのはこれまた私は正確ではないとは一応は思っているわけなんですね。 ただ今後のこのプーチンのですねその国内統治の在り方によっては思わぬことが起こるというのも一応は考えられるというふうに思っているわけなんですで実際このワグネルに合流せずとも、えー、そのワグネルをですねこの潰すというこういう動きをしなかった軍部などへ対してですよ、えー、今懲罰を進めるような動きというものが、えー、あったりするわけなんですけれども プリゴジンが逃がされる一方で別にプリゴジンに合流したわけではないそういう人間たちがこの処罰を受けるというこういう流れっていうのに対してこれはちょっと納得いかんぞと思うような人は相当多いんじゃないかなと私はまず思うわけなんです。 えー、そして、まああ、実際にそういうことの,この代表格としてなんですけどウクライナの戦闘でゲラシモフ参謀総長の前の指揮官であったスロビキン将軍、えー、がいますがこのスロビキン将軍が事前にプリゴジンの計画を知っていながらその情報を連邦保安局に提供しなかっただろうというようなことでもって今、拘束をされているというこういうことが報じられています。 まあ彼が反乱計画に賛同していたなんていうね。まあこんな報道も一部出ていたりするわけなんですけれども、しかしながらスロビキン将軍はですね、プリゴジンの動きが具体化したその段階で、いや、これは反乱をやめるように求めるという、そういう動画を上げていたなんていうね。そんなこともあったりするわけなんで、いや、これはちょっとどうなんだろうなんて思うところも私はあるわけです。 で疑心暗鬼になっているプーチン大統領がですねこのあまりにもその軍人側からすればですが納得いかんよねというそういう処置を続けるということになるならばそのこと自体が軍の一部を離反させるそういう動きにつながるということも考えられるのではないかというふうには思うわけなんです。で今回の件でロシアの政治体制これ自体が、まあ、ぐらついたことは確かで。 まあ、プリゴジンの乱を止めることができたからといって元に戻ったんだというふうに見るのは私は不適切だと思っているわけなんです、えー、先ほども言いましたように第二のプリゴジンが今すぐボンと現れてくるということはちょっと考えにくいわけですから一気にプーチン体制が崩れるということはないでしょうただその不安定な状況が今後も続く中でそのストレスの中でプーチンが異常な判断を 下し続ける疑心暗鬼になってわけのわからんことをバンバンやり始めるそのことによって自滅していくようなそういう方向性も、えー、私は考えられるんではないかなんて、えー、思っているところがあります。ですから具体的にどういうふうに、えー、そのロシアが崩れるかっていうことについてはさっぱりわからないし、えー、崩れないということも可能性としてはあるんだけれども今回の件でぐらついているその体制が 何らかのことを思いがけないことが発生することによってぐしゃんといく、えー、そういう可能性は当然あると見ておくべきで、えー、私はねそこが本当に起きたとしたらこれこそ習近平を、えー、心の底から恐怖に陥れる、えー、そういうものになるがゆえに。 えー、その台湾侵攻みたいなものをですね思い止まらせる大きな力になるえー、そういう観点から今後のロシアというものに着目していきたいまあそんな風に思っていますえー、必ずやろう日本最高朝川豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます。